結婚式場来ました。今からね行ってきたいと思います。さあやっていきたいと。俺もいいんだよな。都おはようございます。ニャーチメンソーレ下地ケチチユキです。ということで、ね、今日もやっていこうと思うんですが Vlog ですね。で僕はですね今沖縄本島那覇の方に来ております。後ろに見えるのがね看護大学ということで、ね、で今ですね朝の8時9時前ぐらいかな。で、まあ、ランニングと朝散歩をやっておりますね。今日台風って言ってたんですけど今のところね台風って感じはしてないですね。ご覧の通り今日の夜から明日にかけて通り過ぎるっつってスピードも速いみたいなんでねちょっと心配なんですが、まあ、1日ねどうかよろしくお願いします。では走っていく。セブンでブルーベリー食った今日の朝ごはん、いつものギリシャヨーグルトにセブンのブルーベリー。まだ硬いかなって。いただきます。うん、甘くて美味しい。今からですねちょっと沖縄の那覇の新都心というところに行って、まあ、今日ね夕方からちょっと親族のね結婚式ありますので、まあ、それの準備と、まあ、買い物とかねいろいろブラブラして、じゃあ僕らはちょっと買い物してなんか映画見たりなんかしたりすると思います。それでは行ってきます。三重那覇メインプレイス来ました。ちねちゃん遊んでいくママは美容院来ました。行ってきます。ちょうどあと1時間ぐらいでですね君の色という映画の気になってたアニメのやつが上映されるんでこれ見ようかなと思ってますね。なんで1時間あるんでちょっとゲーセンとかで遊んだりしてから見たいと思います。やれ恒例のマリカやりたいと思います。リコリス発見です。やるの攻めでしょ。イエス。やるやります。あ、赤。お、お。いやでもわかんない、まだわかんない。あ、こいつだ、こいつこいつ違う、これで。お、お、え、これ大きいだ。これだ。お、一番上等だ、これ。はい、おー、一番上等当たりました。ラッキー。これよかった。パパはこれが来てくれ。で3回なんで交互にやってみたいと思います。100円3回やるか。パーフェクトやっていいよ。どうぞ。激戦上から狙おうか。こっちらに崩れますか。え？こっちらに崩れ落ちそうだ。頑張れ頑張れ。お願いします。お願いします。すかした。
よしよしよし、ダッシュもいい作戦ですね。上がいいんだ。おやります。最後の1回はスミレ選手に託します。僕は希望がなかったのでスミレ作戦で、はい、お、来た来た来た、シミチョコ、あ、すかしそうだけど大丈夫これ。あ、惜しい、1個も取れず、意外と難しい。見てきます。ジャンク解禁したので食べ放題です。トリプルセット、ホットドッグ、メロンソーダとか、映画館に来る時しか飲まないよ。で、塩ポップコーン、娘はキャラメルポップコーン。おー、来てるぜ。ケチャもガチーコリつけていく。最強だぜ。中で食えよ。よし、じゃあ映画行ってきます。スミレシ美味しそうだ。オッケー、メインプレスで遊んできました。映画も見て、君の声面白かった、うん、君の色かで、なんだったあれ、荒垣結衣先生役だったな、シスター役、歌も良かった。水金地下僕とけあれ、うん、ということでね、その後はこれからですね、ちょっとスポーツ店行って、僕マラソン用の靴を一個新調しようと思ってますので、それをちょっと見に行きたいと思います。俺もいいんだよな。かかオンで迷ってるんだよね。これか、クリストンなん、これだ。うわ、めっちゃ軽い、かっこいいな。すみちゃん、どう、結婚式だけどさ、なんか回復してきた。ちょっとだね、ネックレスも、結婚式場来ました。今からね、行ってきたいと思います。じゃあお祝いしてきたいと思います。来ました、やっていきたいと思います。もうやってんの？やっちゃおっかな。もうめっちゃ綺麗。オープンしてください。おお、いいですね。
フィニッシュ楽しかったね。でも結婚式最高だ。お腹いっぱい。今日も美味しいのを食べて何キロ太るでしょうか。怖いですね。スミレさんおしゃですね。どうですか。夜しか見れないやつ。夜景はどうですか。ここからいろいろ光ってますね。それじゃあ僕はね帰っていきたいと思います。幸せをたくさんもらいましたね。ご結婚生長くお幸せにということでね帰っていきたいと思います。楽しかったです。ありがとうございました。グッバイだぜ。披露宴から帰ってきて懲りずに一人二次会。二次会のお供はサバの塩焼き。昨日食べれなかったやつ。もうちょっとお腹いっぱいなんだけどね。チートでやりきって都に帰って体重を測りたいと思います。じゃじゃん。温めてきたんだけど醤油がない。おめでとう。いただきます。食べます。うますぎる。これさすがプレミアム。なんだこれはうめえ。流し込んでいく。うますぎる。